ちょっとです。テロップてかなんかさフィルターいいんじゃないこれ。なんかテロップ2021ラスト。でねちょっとねこれをね最近買ったんですけど800円ぐらいしたんですよ。このねなんていうんこれリッププランパーみたいな。で今口カサカサなんですけど、これねなんか塗ってめっちゃあの縦じわとかもなくなるし、あと血色をめっちゃ良くしてくれるのと、唇がちょっとぷっくりするんですけど、しかもでもねこれねめっちゃ痛いんですよマジで。えマジで痛い、早速痛い。なんかフィルターじゃフィルター、これはえこれもなんか気持ち悪いんだけど、どれこれか、これでもこれ虫でいっか。でもねもうめっちゃ痛いんですよ本当に。こっち痛い、痛すぎる。ナグノンさんハットありがとうございます。そうだそう寒い、何食べた。今日そうなんですよ。実はね皆さんあの、ま、公園でねこの間の公園で行ってたあの年越し焼肉ができました。はい、もうね美味しかったマジで。しかもね年越しカルビちゃんとできた。カルビしか食べなかったです今日は。お、あくちゃん誕生日おめでとうございます。ちょっとね目標達成した。あとねあのやり残したことってこの間のミックスジュース公園で行ったんですけど、あの覚えてる？エリオカートのあのカセットができなかったって言ったんですけど、えなんと買えました。はい、でダウンロード版だったんですけどマリオカート買ってね、マジで面白すぎ。えってかレートがさその結構ゼロからとか始まったんですけど1000からかもうすぐ上がった。まあレート関係ないんで。で今日はこれをねお母さんが家族が来てくれてるんですけど年越しに。今日はねレッスンをしてあの明日の明日の練習してその後にお母さんと一緒にこのこちらじゃん見てマリオパーティーを買ったぜ。イエイ。えマジ楽しそう、早くしたいマジで。えめっちゃ楽しそうじゃない。
でもね、マリオパーティーする、マリオパーティーね、ふあんま得意じゃない気がする。ナグノンさん、だるまありがとうございます。逆に得意なゲームってなんなん？え、マリカめっちゃ得意。え、マジでマリカは得意なんですよ。あとスマブラも上手くなった、前よりは。あきちゃんハートありがとう。ぬくいさんもハートありがとうございます。ミュウツーやっほーやっほー、早くみっちゃん倒して。みっちゃんね、マジで、あれなんですよね、みんなが知ってるフーア対ミミックスのスマブラ対決以降やれてないんですよ。だからね、いつかね、なんて言うんですか、打倒ミミックスっていう、打倒っていう、この下克上を立ててね、ミミックスを倒したいと思います。ミミックス、ミミックス、打倒ミユ、そう。でね、今日はね、家族が来てくれてるイコールね、見てください、このこいつを。ショコラも来ました。今だけな、はい、ほら。え、なんで？こちらです、ショコラがね、来てくれてるね、ショちゃん、ショちゃん。ゴロゴロ言ってる、ほら、かわいい、かわいい、見てください皆さん、かわいいでしょ。フワのこと大好きなんですよ、ほら。そう、よいしょ。こいつも共に年を越したいと思います。マジかわいい、かわいいな、ねんちゃん。はい。そうなんですよね、いや意外とね、機嫌はだいたいいいんですけど、なんかカメラ回されるのちょっと好きじゃないらしくって、ショコラカメラ回すとね、どっか行くんですよ、ほら、どっか行っちゃった。年越しチュールあげなきゃ、あー、チュール買うの忘れてた、うわ最悪だ。実家のお雑煮は白味噌おすまし、なんかね、ふうあんちのお雑煮はね、お母さんが作ってくれてたんですけど、お出汁の、そう、白味噌とかは使わずに普通にお出汁のスープの中に、何だったっけ、かぶと人参と椎茸と、あと なんか緑の野菜と、なんかあと草みたいなのが入ってて、あとでさえお餅をその食べれる分だけ入れるみたいな
チン、あの、レンジで温めた後にそれを入れるみたいな感じなんですけど、それがマジで美味しくって、年越しの次の日はそれ食べるために早起きしてた。してないけど。やっぱ年越しの時は普通に夜更かししちゃうんでね、12時ぐらいに起きるんですよ。12時にそのスープをいっぱい食べてお腹いっぱいになるっていう、そのルーティーンが。丸餅、角餅、いやどっちもだね。でも飽きてるタワー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 、これゆうきさんかな。タワータワーどこ。ないですね、タワーが。タワーどれだ。クマ、クマのタワーだ。クマタワーありがとうございます。僕はクマ、クマクマ、クマ、なんだったっけこの歌。僕はクマ、クマ、ゆく、ゆく、なん、牛、牛タワー、牛、ゆく牛タワー、牛タワーっていうんですか。ありがとうございます。あやちゃんだるまありがとうございます。牛か、ゆく牛タワーっていうんですか。ありがとうございます。タワー、そうですね、明日はいよいよ差額ですね。びっくり、びっくり、緊張します。めっちゃ、さっきカルメ焼き買った。お、いいじゃん、ふわかつしてんじゃんI'm so lucky lucky。 なんだっけ、なんだっけそれ、なんか TikTok で流行ってるよね。明日から虎年です。が、ななちゃんハートありがとうございます。さやちゃんもハートありがとうございます。カラメ焼きさつまいも味しかなかった。え、マジで。うわ、カラメ焼きまだそのノーマルの味しか食べてないんですけど、あの売ってるやつ、さつまいもの味と、あとなんだっけ、ココアみたいな、なんかチョコ系のなんか茶色いやつなかったっけ。なんか3個あった気がする。やっぱり大阪なんだ、星、寒くない。え、マジ今日寒すぎて、ふう、本当にやばかった。過去一寒かったですね。ふうはなんか寒いが更新された気がする。うん、ショコラおいで、ショコラー、チョコちゃん、
まあちょっとね、抱っこされるの嫌いなんでここに置いときます。年明けのミックスジュース公演外れてこれます。うわ、まあ次があるよ、大丈夫。せっか、かわいいね。さし、寝たら布団に入ってきたりするの。あーしますよ。てか布団に入ってくるっていうか、もうあの寝る瞬間から一緒です。フワがこうね、フワがこう寝てるじゃないですか。こうね、したらこのね、なんていうんですか、ここに頭乗っけて、こう体をバーって感じでフワがこれやってる。かわいいよ。でからね、あのめっちゃいびきかくんですけど、この人うるさいんですよ、いびきがマジで。何やってんの？なんでカメラからさ顔だけへなんかさ外れるの？え？なんで？おいでよ。こちゃんかっこいい模様。そうだよな、黒白なんですよ。なんでさ、なんでその絶妙なさ位置にさおるん？こっち来てよ。え、なんで下に落ちちゃうん？それで。映ってよ。もういいです、もういいわ。フチはショコラの姉妹。うん、でもね、ショコラもう十何歳とかなんで、おじいちゃんですよ。フワが小1ならんぐらいの時に来たんで。さやちゃんだるまありがとうございます。ふん、お若く見えますね。そうだよな、なんかショコラはねめっちゃ毛並みがね、赤ちゃんみたいな毛並みなんですよ。でもそうだね。うわー、でもね、ねえ早いですよね、1年経つのが。もっとね1年を大切にして来年は行きたいと思います。幸せに生きていきたいですね、去年よりは。あ、次いい感じだね。そうですね、まつげいい感じですか？ありがとうございます。秋とかすっ飛ばした。そう、なんかね秋めっちゃ短かった。え、本当に1週間ぐらいしかなかった気がする。鳥取のこと聞きたいね。鳥取は雪が降ったらしくって、あのお母さんから動画送られてきたんですけど、めっちゃ雪降ってた。え、マジこんぐらい積もった。もうなんかねこんなぐらい積もっててびっくりした。ふん、雪遊びしたかった。
来年は鳥取にふるさと納税しよう。面白い。ぜひ。そう、大雪ね、すごい雪ってやっぱいいよね。でも早くは夏が来てほしいですね。夏よくない？え、マジで夏大好きなんですよ。ふうは夏が恋しい。夏が一年中夏で2ヶ月ぐらい冬でいいと思う。夏は何したいの？そうです、夏は去年とか一昨年できなかったので、いろんなねプールとか海に行ったり。そうだ、海に行けてないんだ。ふんわの中で夏海に行けてないってマジでちょっとね、 ありえないので、今年こそ、来年こそは絶対に海とかプールに行って遊ぶ、とことん遊ぶ。それでバーベキューしてちゃんとねカルビを食べる。でお祭り、夏祭りに行きたいね。夏祭りめっちゃ好き。ふわマジ夏祭りが好きなんですよ。夏祭りに行って花火を見、花火大会とかね、花火系のことをして、でかき氷を食べる。かき氷を食べたい。あといちご飴も食べたい。いちご飴一年中食べておきたい。あ、でね、そのね、夏になったら試してほしい。今でもいいんですけど、別におすすめのかき氷のね食べ方があって、ふうわの家はもうね、そっからずっとその食べ方なんですよ。まあ普通にねいちごとかブルーハワイとかかけてもいいんですけど、まあお祭りに行った時はそんなそういう味とかしか多分ないから、ハワイいちごにするんですけど、いつもあの家とかで、家にかき氷機あったんで作ってたんですよ。よくあの部活とかが終わった後によくやってたんですけど、なんかあのかき氷、ふわふわのかき氷、結構その削るのをその細かめの削りにして、なんかふわふわに削ってから、あのなんかあのココアパウダーをかけて、好きな量かけて、でチョコレートシロップをかけて、次に練乳をかけて食べるっていう、めっちゃ美味しいんですよ本当に。マジで美味しいんですよね。いやマジで本当に美味しい。みんなもやってみてほしい。これはえ、本当に美味しいですよマジで。え、本当に大好きになる。それしか食べれなくなる。そんなお店みたいなのできるのすごい。いや、なんかねあったんですよ、家にかき氷機が。結構そのなんか氷とか書いてある本格的なやつが。でやってみてほしいです本当に。初見だ。イソピンさんこんにちは、こんばんはか。ななちゃんならもありがとう。そう、食べ物のことがね、食べ物のこと話してるとねいいんですよ。今年の思い出はそうですね、2021年の思い出か。2021の思い出は、あ、ナンバトルがあって、それでコンサートがあったことと、そうですね、コンサートで
そのなんかあの一人一人そのセンター曲をいただいたことですかね。それがね結構何ですか、思い出というか嬉しかったし、自分をそのみんな皆さんに知ってもらう機会だったので、すごい思い出ですね。で、あとは1周年、2021年7期生1周年だった最高ことと、そうだ、シオンが入ってきてくれたことだ。シオンがあの NMB に来てくれて、それでもうね楽しいんですよ、シオン。もうね、なんか同期じゃないんか、ちょっと違うんですけど1年、ほぼ友達、同期みたいな感じですかね。今日もね会ってきたんですよ。フワがね、練習してたんですけど、その時にシオン来て、はぁーみたいな、ドーナツ食べたわみたいな話してました。で、シオンがねツイッターに上げてたじゃないですか、あのトッポギの写真を。3人前あるからいいよってフワにリップくれたんですけど、実際トッポギ食べたかったフワもって言ったら、いやあれなんか3人分って書いてあったけど、あれ絶対1人前しかなかったわみたいな、いや絶対嘘みたいな、書いてあるのに1人前しかないってことはないってって話をした。そう、ドーナツ食べてもう気持ち悪いってずっと言ってました。今日何も食べれないって言ってた。そうですね、そうシオンが来てくれたこと、仲良くなれてよかった。あとはあ、24時間生配信楽しかったです。去年はねそこまでそのあんま出るコーナーが少なかったんですけど、少なかったから大変さがあんまり、そのなんですかね、体験をあんまりその身をもって体験できてなかったんですけど、今年さ24時間生配信をやって、24時間配信のすごいなんて言うんですか、楽しいんですけど大変さを知ることができていい機会でした。めっちゃ楽しかった。でももうユニバって言わんで、マジでユニバ行きたくなる。ユニバっていう言葉をねあんまり見ないようにしてるんですよ、フワは。ユニバね行きたいですね。楽しかった、本当に楽しかった。みんなねあのわーわーキャーキャー言って、その一日何にも考えずにじゃないですけど遊んだのが何結構いつぶりって感じだったんで楽しかったですね。いろんなアトラクションに乗って、本当に楽しかった。しかも加えて我らがもっちゃんがいたので、マジで本当におもろかったです。今年17回劇場でふーちゃん見れました。お、多い、めっちゃ多いですね。17回も会えたんか、いやー嬉しい。そうですね、来年はじゃあ、27回、あと10回増やそう。皆さんも今回劇場に来たあプラス10回は増やしてください。ユニバでロケしてほしい。いや本当にね、ユニバでロケしたいですね。もうマジでいろんなアトラクションに乗りたい、乗ってるところを皆さんに見てほしい。でもね絶対ね、早いそのジェットコースターとかだと髪の毛わーってなるからやばいですね、それは。
劇場公演ではいつもふわちゃんに見られてます。お、嬉しい、ありがとうございます。そうなんですよね、最近ショコラどうしたの、あの何ですか、ダンスの先生がいるんですけど、ダンスの先生によくアドバイスもらうんですけど、女のダンスの先生にダンスのアドバイスとかもらって、最初はねうまくできなかったんです、言われたことがうまくその実践できなくって、ちょっとね苦戦してたんですけど、その練習していってやっていくうちに、そのダンスの先生になんかよくうまくなってるって言ってもらえた時があったんですけど、その時がねマジで嬉しかったし、めっちゃやりがいを感じました。ね、だからねパフォーマンスをもっともっとパフォーマンス力を上げていって、このね背が高いのを武器に自慢として持って、これから活かせて公演とかそういうのでもね、綺麗なパフォーマンスというかっこいいかわいいパフォーマンスをして頑張りたいと思います。あと5分、そうですね、ではランキングを読みたいと思います。13位が静まる、ありがとうございます。12位がナグノンさん、ありがとうございます。11位がナナちゃん、ありがとうございます。10位がショウマくん、ありがとうございます。9位がさやちゃん、ありがとうございます。8位がトミーさん、ありがとうございます。7位がエイジさん、ありがとうございます。6位がぬくいさん、ありがとうございます。そして5位があやちゃん、ありがとうございます。そして3位がカズさん、ありがとうございます。で2位があきちゃん、ありがとうございます。そして1位がお、ゆうきさん、ありがとうございます。いやー、今年の締めくくりもゆうきさん1位、ありがとうございます。はい、皆さんもねいっぱい星とかいろいろいっぱい投げてくださってありがとうございました。あ、待って、4位がね、4位まさあきさんですね。まさあきさん、ありがとうございます。お、タワー、まさあきさんタワーくれてる、わ、ありがとうございます。いやー、タワーありがとうございます。ごめんなさい、ちょっと忘れてた読むの飛ばしちゃいました、ごめんなさい。タワー、タワーポーズ、タワーありがとうございます。はい、皆さんもね今日は遅くまで、そんな遅くないか、配信を見てくださってありがとうございました。では年越しカルビできたので、皆さんもね年越しそば一緒に食べましょうそれでは良いお年をお過ごしくださいハッピーニューイヤー、早いかバイバイ、ありがとう。